はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスタージオカスリーのパート204を始めたいと思います。今回はですね、闇のオブラートでメタルボディで闇のオブラートね、作ってくださいということなんですけど、これですね、 HP が非常に少ないと、だけど守備力がめちゃくちゃ高い。ついてるのはメタルボディ、超ギガボディはね、4枠なので、で、AI4 回行動。なのでね、AI4 回行動にして守備力は2270あるってことはね、相当強いですよね。そして、HP が少ないので、破壊神指導つけてもね、これどうなんだろう、1.5 倍だから1000ぐらいになるのかな。で、HP バブルですね。あとギガキラー、不屈の闘士。そして、天地雷鳴士。なのでね、これ、モジャの執念つけようかなとか思ったんですけど、まあ、そこまでね、コストがなかったっていうね。で、弱点が休みと毒と呪いが弱点ですね。なのでね、まあ威嚇とかされたらね、まずいですよね。威嚇じゃない、威圧か。で、これでやってみたいと思います。はい、4枠メタルブラッド対4枠ゾーマ。ゾーマ。スクルトアイアンゲーザーのアイアンゲーザー2回。かな？お、ロケットスタート。こっちの方が早いですね。さらに守備力とか、あんま意味あるんかな。アイアンゲーザー強いですよ。獅子16、1608ダメージ。4回行動なので、ね、アビスハンドの後にまたアイアンゲーザー行くと思います。やはりね、ゾーマはね、おお、倒しましたね。超行動早いよ、ついた方がいいかなとかも思うんですけどね。自分も使ってますけどね、ゾーマはね。早い方がなんか勝てるような、お、4枠利用来ましたね。これスクルと重ね掛け意味あるかな？さらに重ね掛けられますけどね。あの、暴走要塞ついてないんでね。お、ドラゴンバーン。まあ、テンション上がった方がダメージ取るような気がしますけどね。アイアンゲーザー。もう守備力高いとね、これしかもう手ないっすよね、自分ね。493なのでね。まあ、だいたい500。7が493なので、7、4、28なので、ね、2000-28 のダメージですね。アイアンゲーザー。もう一発いきました。案外いける。案外強い。もうさすがにね、これだけパート出してるとね、もうデスタームーハ出てきたらね、もう攻撃やってくるとかね、素早くて攻撃が強くてね、あの、ファイナルウェポンより HP が高いっていうね、もうそれ分かってるんでね。なので、超行動早いがついてなければ大丈夫かなとか、裸一貫ついてますね。なんで攻撃高いので一撃なんでね、気をつけなくちゃいけないですね。まあ、こっちもメタルボディなんだけど、どこまで対抗できるかっていうのがちょっとわからないのでね。でも攻撃されたら終わりなので、終わりだったら嫌なので、暴走期間。もうこれは強烈な一撃ですね。334。ほら来た、ゲンマの極。これがどのぐらい食らうか。はい、大丈夫です。最大 MP がね、なくならなければ大丈夫です。これだったらステルスアタックとか聖剣好きの方がいいかなとかも思いますけどね。どうなんだろう。だいたいあっちの HP は分かったのでね。これスクルトで上げた方がやっぱりダメージ取りますよね、アイアンゲーザー。おそらく4枠なのでね、限界ないのかな。獅子16。今334食らって200回復したので、あと1600ぐらいだと思うんですけどね。HP どうなんだろう。天地雷鳴士はあれ、今の大義だから意味ありますよね。で、アイアンゲーザーなので、これでもう3000近く行くんですよね。やっぱ強いな、ブラート。案外いける。あ、来た！もっと恐ろしいの、もの。これは弱点は相手は HP なので、スバーサと攻撃がね、最強クラスなんでね、これ通ったらおそらく一撃でやられるんじゃないかなとかも思いますけどね、954なのでね。お、聖剣好き。あっちの方がね、超行動早いがついてます。おおーっと！いや、でも948はね、だいぶ危ねえ。なにこれ。うわー、ちょっと待った。まあまあ。まあ、そんなこともあろうかと。聖剣好きなんでね。こっちおそらく身代わりますので、凍結カード、いいね。まあ、1枠4体なんですけどね。ちょっとメインからね、引っぺがしてきたんですけどね。メインの一部ですね。まあ、使う機会あんまなかったので、今回ちょっと使ってます。
おー、来た。モージャン周年。はい、これで落とせなければ大変なことが起こりますと。462。キバルンバ。何気にしぶといですからね、リザオラ。ジバルンバ。これ重ね掛けってどうなんだろう。あんまり試してないんですけどね、自分もね。あ、倒しましたね。はい、メタルブラートでもね、ギリギリ落とされましたね。はい、次なる対戦相手は、4枠、グレイツェル。グレイツェル、グレイツェル、グレイツェル、グレイツェルスクルト。素早さ早かったね、自分は通らないと思うんですけどね、どうなんだろう。暴走頭脳。メタルボディなんでね。191、1910ぐらいですね。お、こっちの方が早いですね。スクルト。スクルトからのアイアンゲザー。これでいけるんじゃないか。1910なので。はい、これでも1600ですね。次の一撃、アビスハンドかなんか使うと思うんで、これでもう終わると思いますけど。あ、もう一撃か。いや、もうじゃあ執念ついてんのか。お、いいね、テンション。次のターンに持ち越しテンション。954が落ちなければいいけど、何を使ってくる？ドルマータ。ドルマータって通るのこれ。通りますか。まあメタルボディだからね。闇ブレイクとかね、そういうのがあるから、ね。これ本当はもっと食らいますよ。ああ、これついてんのか、悪夢の呼び声。賢さが高いと通る。おお、大丈夫か。大丈夫だ。メタルボディ強。4回行動かな。おい、ちょっとモーザリザオか。そこに来て、ちょっと待てよ。モージャリザオ？ああ、モージャリザオだね。975なので、で、あっちより早いんですよね。ってことは、何をすればいい？冥界の霧。冥界の霧からのアイアンゲーザー。テンション25のアイアンゲーザー。亡者の執念。まあ、黒い霧の方が良かったかな。さあ、あっちも呪文使えなくなりましたね。亡者リザオが使えなくなるので。そうだな、冥界の霧よりは黒い霧の方がいいな。まあ、こっち落ちますね、おそらくね。食らいますんで。ってことは落としとけばよかった。ライド。こっちも落ちますけど、冥界の霧なので、ダメだよね。はい、落ちました。落ちて、あ、落ちる。確か、冥界の霧だとリザオラル使えなかったような気がするんですけど。この後に及んでここでゾーマか。あー、顔色が赤いゾーマだね。この方は青いんですけどね。で、まあ、身代わりがあるので、他で、そっか、賢さが高いんだよな、ゾーマはな。遊び人のマイムからの、まあ、テンションシフト行けばいいんですけどね。これであっちの息を吸い込む悪夢の呼び声とか使ってきても、だいぶ緩和できますね。まあ、それしかないでしょうけどね。メドロは。賢さ高いにこれダメージ取らないのかな。あ、そこそこ486も取れば十分ですね。
メラガイア、まあ、4枠にね、まあ、こんだけダメージ与えればいいと思いますけど。テンション、お、テンション使ってきた。テンション、テンション、悪夢の呼び声、普通の悪夢の呼び声で、冥界があと1回残ってるので、相手回復どうなんだろう。おう、4回行動か、食らいますよね。あ、自動 HP 回復がついてない感じですね。これ自爆も効かない系か、守りの木。まあそれはそれでいいよ、一発耐えられるんだね。なんでここで冥界の霧が消えてるので、悪夢の呼び声をばらけさせることができますので、ここでね、ベホマズン、ベホマズンのテンションの、テンションのこれリザーブが効いたんだろうかな。いいね、いい応援だ。イメタルチから4ターン目以降発動、全ステータスアップだったかな、確かですよね。遊びのマイムでマイナス5になって全部25ですけど、テンションシフト、いいね。これで相手なんかね、吸い取ってくれますよね。ゼロ。で、悪夢の呼び声かなり4回行動だから、どうなんかな。でも素晴らしさ的にそんな高くないんでね。いいね、テンション50。50からの、メドロワ、いけ。まあね、おお、モジャか。モジャリザオじゃないだろうな。まあ、落ちないとは思いますけどね。相手が何やってくるかによってね、こっちも戦況だいぶ変わってきますんで。あー、来たまよ。もうじゃりぞ。こっから3個何やってくんだろう。悪夢の呼び声は確定でしょ。ギラグレイド。これがあるのか。で、守りのキーなのでデスピタルは食らわないんですけど、ね、こういう感じになりますよね。ゴッドハンド。また面倒な相手だ、これは。これは指導落ちるかな。ほら、来た。こういうことやっていくんだ。さて、ここでどうするかって話なんですけど、これ999回復したらね、だいぶ違うので、さてさてさて、こっちもリザオラ、まあ、これでメタルゴッテスは大丈夫。ザオリク、ワンダーバーン、さてどうするかな。こっちもしぶといですからね、結構ね。で、リザウラルでしょ？いくつ回復するんだ ?838 か。838だったら、838だったら落とせなくはない。落とせなくはないけど、絶対リザウラル使ってくるから、リザウラルを防がなくちゃいけないと。ならばどうするか。ライドしてない。まあ、もう一ターンかじゃ。とりあえずね、ライドしてない状態のこのターンを消化しなくちゃないので、まあ、ぶっちゃけね、下のジャッジがね、同じような感じなんでね、身代わり。身代わりであるとないでだいぶ違うので、さっきギラウドグレードがね、身代わりやってれば食らわなかったんですけどね、HP がちょっと危ないかなーとかも思ってね。身代わりやってると、今度エルギオスがね、なんとかしてくれるので、はい、25の。これでギリなんでね。まあ、ベホマズンかなんか使ってきたら逆に、ね、柵にはまったと思うんですけどね。これでまず落ちますね。落ちますかね。落ちますよね、モジャセ。こういうまたモジャリザを使ってくるんじゃないかな。メソ、回復。指導が結構ミソになってくるかもしれない。この後の。違う、ザオリクとかあるでしょうよ。もういいね。25か。
まあ、25でもね。はい、リーザを指導。で、あっちもリーザを使ってくるでしょ。で、溜まってるものを何にしてくるか。溜まってないか。溜まってないな。溜まってるよね、25ね。悪夢の呼び声が全部身代わりに行くので。まあ、身代わり必須ですね、これね。レスピサルで回復させればそんな大したことないかなって思います。テンション。4回行動ならこの後来ますね、悪夢の呼び声。テンション悪夢の呼び声なので。こんな感じか。で、落ちてまたリザオなんでね。ゾーマを何回倒すまでラスボスがね、何回も生き返るってね、とんでもないゲームですよね、これね。さて、ここで、問題だ。まあ、ライドしてないんだけど、まあ、ライドはさせなくていいでしょう。まあ、ここは身代わりでしょう。ないんだよな。おたけび、スキップ、スキップ。スキップ、そうだ、スキップ。で、テンションシフトでしょ？下げるでしょ？とりあえず上がった分を下げて。そっか、これか。これでやればいいか。リザウラル。まあ、リザウラルはいいとして、あれ、あっちの方が早い。早いな。で、悪夢で落ちてもリザウラルかかってるので、まぁ、ちょっといてつかハードやられたらまずいかなーって気はしますけどね。これでリザウラルでしょ。でもリザウラル先やったね、相手ね。ってことは、ってことは、やっぱジバルンマ効くよね。こっちも負けじとですからね。ってことはスキップか。で、リザをかかってんだよね。ってことは身代わりで。ジバルンマ効く？これ。もしかして。メドローアが使えない状態か。メラガイアでいいよ。メラガイアでしょ？遊び人の前に。これでいいと思います。なんだ、効くじゃん。全然効くじゃん。なんか普通に使わないから効かないかなと思って AI が勝手にね、まあ AI 信じたのもダメですけどね。あ、なら勝てるじゃん。逆にじゃあスキップ、あ、でもスキップかけていいんだよな。だからどっちみちリザウラルだもんね、これね。リザウラルかけてきたとしたら、スキップなんでそれで終わりですからね。やっぱそういう素晴らしいこと起こりますよね。ならいいんじゃん。ならいいんじゃん、ここスキップで。スキップの、遊びに、ジバルンバ。もうこれでいける。
だってリザーラルしかできないですもん。ポイントで勝っちゃいますよね。余ったスキップ。そっか、スキップ切れてんのか。素早さが及ばないか。なんならいいや、それでも。まあ、聞くの。なんでいいのあるじゃん。今更だし、メガザル。うわ、メガザル持ってるじゃん。メガザル持ってたらブラッド生き返って変えて勝ちでしたね。これ裏も生き返るんで、もう最後のターンなんでね。相手にポイント渡しちゃいますけど、雄たけび効くのかな。まあいろいろ検証にもなりますからね。まあ効かないよね、さすがにね。4枠で雄たけび効いちゃったらね、まあ4体雄たけび効いたようなもんですからね。ハッスルダンス。もう運がいい。4回も回復した。まあ、それはいいとして、ラストターンなんでね。ラストターンってこれ入れ替えられますかね？入れ替えられますよね。そして、こんなことに気づかなかったっていうね。ここで冥界の霧やればいいんじゃん。全然簡単な話でしたね。はい、亡者。亡者か、またね、アイアンゲザーとかやるんかな。あ、攻撃でもいいですけどね。そうか、MP がもう46しかないんだ。おっと、悪夢の呼び声で落ちたりして。お、ジバマータ。これ落ちたな。落ちたけど落ちるな、相手も。落ちました。落ちたけど、落ちたけど、まあ、要はこういうことですね。落ちて、あ、ポイント抜かれたじゃんってことなんですけど、こっちもね、落ちるんでね。要するに、こっち残ってるんで、あっちがポイントがね、いくらだろうが勝てるんですよね。はい、今回ね、メタルブラウトを使いましたけど、完全にね、ちょっと自分がね、忘れてましたね。そうだね、指導で、これがあるんですよ。あのね、そうだね、旅芸人の裏技、メガザルついてるじゃん。メガザルは、こう、例えばブラートが落ちてしまっても、ここでね、この、例えばサブのキャラクターが戦闘中にメガザルを使うと、まあ自分は死んでしまいますけど、他のキャラクター回復と、あと裏のね、ブラートが落ちてた場合、ブラートも生き返るので、入れ替えをやってない限りね、一回だけ入れ替え可能なので、まあその状態で、このブラートの、どれでしたっけ？どれだ？あったあった。冥界の霧。これ使っちゃえば、冥界の霧っていうのが、回復がダメージに変わっちゃうんですね。なので自動回復とかも全部ダメージになって、ベホマズムももちろん、まあ、回復すればするほど全部ダメージに変わっちゃうのでね。なので、リザオラルって、死んでから生き返るので、例えば相手が HP0 になると、まあ、いくらかヒットポイントが回復して、生き返るので、まあ、その回復ができなくなるので、要はリザオラルが効かなくなっちゃうってことですよね。ね、リザオラル1回ってもね、マイナス HP っていうのがないので、それか、黒い霧使っちゃえば呪文が使えなくなるので、リザオラルが封じられると。なので、このブラッドが呪文使わないので、アビスハンドとかアイアンゲイザーしか使わないので、要はね、この闇のブラッドの冥界の霧がここ黒い霧だったらすごい最強ですよね。まあ今はちょっとね、思いました。そしてね、気づくの遅かったんですけど、ここですね。こうメガザル。
メガザル先に気づいてたらもっと早く勝てましたね。なのでね、まあ痛み分けで、まあ、どっちみちね、相手落ちて勝つので、まあそういう戦い方ですね。まあ要するにね、どこまで戦闘中起点効くかにもよりますよね。まあそんなのもありますけど、まあ、メタルボディ案外守備力が高いし、2270なんてこれ1回行動でやっと行くぐらいの守備力なので、それがね4回行動でできるので、これ使えますね、案外ね。ただその、黒い霧をどこに入れるかとか、MP アップ SP はちょっと必要ですね。MP が700しかないんでね。で、マテリアフォースでしょ？あと、青龍ミラクレアも必要でしょ？守備力アップ、破壊神指導。これ外せないな。外すとしたらどこかな？どっかに黒い霧入れたいんですけど、冥界の霧でしのぐしかないかな？冥界の霧でしのぐんだったら、自動 HP、MP 回復が全部ダメージに変わっちゃうので、青龍ミラクレアを、青龍ミラクレアのスキルが、この HP 回復、MP 自動回復ね、ついてるので、ね、まあそれが意味なくなっちゃう感じでね。ただ何がついてるかというと、それと一番下にジャッジメントというのがついてるので、でもジャッジメント使う代わりにこのブラートンのねアビスハンド一番下についてますよね。これ使ってたので、ミラクレアを逆にキャットリベリオとかにしたら、赤い霧とか白い霧とか、例えば体術防げるのとかね、呪文防げるのとかがついてるので、そっちの方がいいかなとかもちょっと思いますね。まあ今戦ってみてね、またさらにそういう強い、あ、今度これやってみようって感じにすると、そうですね、この、例えば今持ってるこのスキルね、このミラクレアをキャットリベルオに変えたら、まあ、呪文自体使わなくなる、ゾーマに関してですけどね、他のモンスターになったら、やっぱミラクレアの方が良かったんかなとかもありますけど、まあ冥界の霧をね、亡者リザオに限りますので、まあそうなってくるとやっぱこの方がいいのかなとかもありますね。そしたら同じようなブラートをね、ブラートと同じようなモンスター入れて、冥界の霧バージョンと黒い霧バージョンでやった方がいいのかなとかもね、いろいろ戦略立てられるんですけど、まあその2体使ってもね、裏の裏を書いてくるようなね、方がいますのでね、やっぱり強い人は強いので、まあ、やっぱネタパーやってると絶対勝てないので、もう本当にメインにメイン重ねてやらないと本当に称号取れなかったりするんでね。まあまあ、今更取る気はないんですけど、まあこういう感じのね、闇のブラートをメタルにしたり、そういう感じの方がやっぱ面白いですね。こうやっていろんなモンスター使ってやっていくほどやっぱ好きなので、まあ、今後もね、こんな感じでやっていこうとは思うんですけど、まあね、なかなかね、リクエスト、まあだんだん消化していってね、今204ですよね。204で250、パート190出してるあたりでもう250くらいまで埋まってたので、リクエストをね、まあ受け付けてますけど、またね、200、まあいつなるかわかりませんけど、250くらいになったらね、またね、またね、整理してね、まあこういうのやります、みたいな感じでやっていくかもしれないですね。まあそのうちプロフェッショナルとか出そうですけどね。ただ、この状態でプロフェッショナル出ると、やっぱ新鮮味がなくなっちゃうので、やっぱね、こんな感じでちょくちょく続けていければいいのかなと思います。なのでね、絶対やめるとかはないので、まあそこら辺安心していただければいいかなと思います。なのでね、リクエスト等は普通に受け付けてますので、コメントにこれ使ってくださいってやってね、自分あんま返してないんですけど、ちゃんと見てますので、なので、ね、やらないってことはないので、またね、ただ覚えてないっていうのはあるので、その時になったらまたリクエスト受け付けてますっていうね、完全に言い切った時にでもね、言ってくれればいいかなとね。まあいろいろあるんですけどね、なかなか難しい感じです。なのでね、今回ブラート使ってみましたけど、また次回はね、またいろいろリクエスト、前からあるリクエストを紹介していきたいと思いますので、またね、次回のモンスター何が出るのかお楽しみです。ということで、今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。